佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。この番組佐藤美久の女優道は超小型美顔ライトリンダ製造メーカーセリック株式会社様の提供でお送りいたします、ということなんです。皆さん前回お聞き逃しをされた方、この1ヶ月というより、この 2,3 ヶ月の間に、いろんなご縁をいただいて、大きな出来事が2つあったんです。1つはまだ情報解禁されていないので、お伝えできないんですが、なかなか女優佐藤美久のにとって、ターニングポイントになることで、番組タイトルにもしていただいております、女優の道の一つの到達点に関わるお話です。きちんと情報公開ができるようになったら、お伝えしたいと思っております。そして先ほど、番組冒頭で、コメントさせていただきました通り、この佐藤美久の女優道の番組スポンサーとして超小型美顔ライトリンダの製造メーカーである、セリック株式会社様がこの度なんと今放送中のこの番組佐藤美久の女優道の番組スポンサーになっていただきました。ありがとうございます。ちなみに、私佐藤美久、セリック様製造のこちら、超小型美顔ライトリンダの社外広報大使も務めさせていただいております。ここまでのプロセスはぜひこの番組佐藤美久の女優道今年の2月11日放送分リメイクラジオからご覧いただきますと、この私の、急転直下のバタバタハイテンションがお分かりいただけるかと思います。ぜひ、女優道、リメイクラジオ動画で検索して、ご覧くださいと言いながら、最近、女優道リメイクラジオ動画で検索してみてびっくりしました。なかなかの圧巻でした。皆さんもぜひ、さてそれでは番組に戻りまして、今回の、佐藤美久の女優道最初のコーナーは片寄りムービーリポート。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。ただ、緊急事態宣言発出など、コロナ感染防止対策を考え、今回も映画館での鑑賞は自粛させていただき、2011年に公開された映画、素敵な金縛りをサブスプリクション鑑賞させていただきましたのでご紹介させていただきます。まずサイト情報によりますと、ザ・マジック・アワーの三谷幸喜監督が、同作以来3年ぶりにメガホンを取り、法廷サスペンスやファンタジーを要素を盛り込んで送り出すオリジナル長編コメディ、三流弁護士のエミが担当する殺人事件の弁護のため被告人のアリバイを唯一証明できる落ち武者の幽霊、サラシナ六兵衛を、法廷に引っ張り出そうと、奮闘する姿を描く。主演は深津絵里、西田敏行、共演に竹内優子、浅野忠信、篠原涼子、佐藤浩市ら、豪華キャストが集う。興行収入50億円を超えるヒットとなり、その年の日本アカデミー賞では、優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞、優秀主演女優賞、優秀音楽賞、優秀撮影賞、優秀照明賞、優秀美術賞、優秀録音賞、優秀編集賞を受賞した。続いて簡単なあらすじをお話しさせていただきますと、失敗が続いて後がない弁護士のエミ深津絵里は、ある殺人事件を担当することになる。被告人は犯行が行われた時に自分は金縛りに遭っていたので完璧なアリバイがあると自らの身の潔白を主張。エミはそのアリバイを実証するために被告人の上に一晩中のしかかっていた幽霊の落ち武者、六兵衛西田敏行を証人として法廷に召喚させるがという、素晴らしい面白すぎる映画でございました。もちろん面白いんですけれども、面白さもありつつちゃんと泣けるしジーンとする映画なんですよね。すごく心が温まりますね。
はい、で今ね、出演者の方ね紹介しましたけれども、もっとすごくてですね、出てる方々があまりにもすごいんですけれども、阿部寛さんであったり中井貴一さん、小日向文世さん、生瀬勝久さん、唐沢俊明さん、深田恭子さんだということで、すごすぎます出ている方々が。でですね、唐沢俊明さんとあと深田恭子さんなんですけれども、このお二人は多分ですけれども5分出てないんじゃないかなって思ってます、ね、映画の本編の中で。なのですごく、でもやっぱやはり印象に残るので、すごいやっぱオーラがあるんだなというふうに改めて感じました。でですね、この映画なんですけれども、まあ、主演が深津絵里さんということで、すごくこの恵美っていう弁護士なんですけれども、ちょっとドジな部分があるんですね。そこがまたすごく深津絵里さんが演じられると可愛くて可愛くて、こうギュッと抱きしめたくなるようなキャラクターで、やっぱ素晴らしいなというふうに思いました。あとはもう落ち武者のこの六兵衛を演じる西田さん、本当にすごいなとやはり改めて思いました。このセリフは台本にあるのかなっていうセリフもあったりとか、これアドリブじゃないかなとか、やっぱこう西田さんのキャラというか、がすごく入り込んでるこう六兵衛だなっていう風に、本当に西田さんにしかできない六兵衛だなっていう風に思いました。で結構この映画なんですけど、冒頭がですね結構アニメみたいな感じなんですよ。一瞬えっと思ったんですけど、そのアニメの感じとファンタジーっていう感じのこう相まってすごく見やすくもなってますし、面白い映画始まるなっていう、こうワクワクさせてくれる冒頭だなというふうに思いました。であとは本当に竹内優子さんが一人二役されてるんですけれども、素晴らしいですね。本当圧巻でした。いやー同じ人が演じてるとは思えないこのキャラの違いとか、あとはすごい似てる部分、そのキャラ同士似てる部分があるので、その使い分けがすごい繊細というか、やっぱ素晴らしい女優さんなんだなっていう風に改めて感じました。でこの映画なんですけれども、本当に皆さん最後までぜひエンドロールまで最後までご覧いただきたいんですよ。もしね映画館でこの映画、作品見て途中で帰っちゃった、エンドロール入ってしまったから帰っちゃったっていう人もね、もしかしたら中にいらっしゃるかと思うんですけれども、ぜひサブスプリクションを利用してですね最後までご覧いただきたいです。っていうこの方ここだけっていうのがありますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。本当に最初から最後まで楽しく心が温まる映画だなというふうに思いました。以上、今月の片寄りムービーレポートのコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン、今回は4月からここ市川うらら FM で毎月第1、第3月曜日夜7時から放送中のセカンドベースに新レギュラーパーソナリティを務めることになった、事務所の後輩芝ゆりえです。新人女優の芝ゆりえです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、4月からレギュラーということで、番宣含めて今月はいろんな番組に出てるんじゃない？そうですね、ありがたいことに、聞くところによると4月4日にセカンドベースの初レギュラー出演会の放送があって、18日もセカンドベースの今月2回目の放送で、今日が女優道のゲストで、あさってのお昼12時から誠の間も出てるよね。はい、はい、そうだよね。音楽やってるから、自分のね歌声は聞いたことあると思うんだけど、自分のトークの声っていうか聞いたことってあんまりなかったでしょ？どうですか？そうですね、何回かこのゲストラジオのゲストに出演させていただいたりしてて、うんうんうん、はい、後からこう放送聞いて新鮮だったし、なんかこう言葉で伝えることの難しさを知りました。うん、そうだよね、はい、意外となんかボニャン聞くとかね、はい、あったりするもんね、はい、そうそうそう。
で、あの、まあ、それに、まあ、セカンドベースのね、まあ、オープニングであって、あの自分の歌声を BGM に自分でこう喋ってるわけじゃない、はい、あれってこうおーってなったりする、おーってなりますね。なんかこう流れてることにおーってなるし、なんかありがたいし、自分が考えた歌がこうしてこう皆さんの元に届くっていうことは本当になんか嬉しいことだなって思います。そうだよね、私もそう思います。いろんな方が聞いてるんだろうなと思いながら、はい、本当嬉しいですよね、はい、で、あのゆりちゃんね、ご実家の方はあのゆりちゃんのセカンドベースはお聞きになられました？はい。あ、どうでした、感想ありました？感想がもう、うん、LINE とかで家族がみんな、うん、すごいねって頑張ってねみたいな感じで、お母さん、お母さんです、はい、言われました。お父さん何か言ってました？お父さんはこう LINE で、うん、あのパチパチっていうスタンプをポンって送ってきてくれました。かわいい、今時かわいいお父さん。本当に今後もね、はい、ぜひりーちゃん頑張っていただきたいなというふうに思います、はい、ではこのあたりで、今回の推しメン芝ゆりえの簡単な、プロフィールをご紹介させていただきたいと思います。芝ゆりえちゃんは愛媛県松山市の出身で、高校卒業後福岡にある音楽の専門学校に進んだ後、芸能界入りを目指して上京、アルバイトをしながら音楽芸能の養成事務所を経て、昨年秋うちの事務所に入所、現在は映画やドラマのエキストラとして参加するなどして演技の勉強中ですが、今年の秋完成予定の映画3日では斉藤昭恵役として、出演と共に、劇中歌として現在新レギュラーパーソナリティを務めることになったセカンドベースの番組オープニング曲、芝ゆりえ作詞作曲強がりのフラワーも、流れる予定です。で、あの改めてね、あのこの事務所に入って半年なんだね。そうですか、振り返って。いやあっという間だった。そうだよね、し、はい、なんか全然自分のこう知らない世界をたくさん知って、なんか刺激的な毎日を送ってるんだなって。そうだよね、はい、だって初めて演技ねやってね、はい、いろんなエキストラ行ったりとかね。はい、そうだ、いろんな知らないことばっかりだもんね。はい、そうだよね。ちなみにあの去年のゴールデンウィークの前でどんな活動してたの？は、先ほどミクさんが紹介していただいた通り、うんうん、芸能の養成所に通ってて、うんうんうん、でそこであのライブ活動はしてないんですけど、うんうん、曲作りとか音楽についてたくさん勉強してました。そうなんだ、じゃあ頑張ってた時だったんだね。はい、まあ、あのということでですね、まあ、せっかくご自身の番組番宣、宣伝、番組宣伝に、お越しいただいたんで、ここからは、新しくレギュラーパーソナリティに加入した、セカンドベースという番組そのものについて、いろいろお伺いしていきたいと思います。はい、ズバリ番組タイトル、セカンドベースの由来は？俳優として次の土台を作っていくという由来です。そうだよね、そうでしたね。かっこいいんですよ。かっこいいですね。ではこのセカンドベース、一言で言うとどんな番組ですか？は、一緒にレギュラーパーソナリティを務めさせていただいている安田雅史さんと、うんうん、自分の趣味とか特技、うん、こだわりとかをこう紹介していく番組です ね。安田くんはゲームのね、はい、話したりとか、はい、あとは行き帰りで50駅ね、はいはい、どっか行きましたっていうね、はい、話もしてるもんね。はい、はい、じゃあそんな、まあ、ゆりえちゃん、どんなコーナーが他にはあるんですか？まずは、はい、ゆりえのように聞かんとというコーナーが。ゆりえのように聞かんと。こう、はい、愛媛で、はい、ようにっていうのは、はいはい、ちゃんとっていう意味で。なるほど、ゆりえのちょっと話聞いてってことね。はい、そうです、そうです。でこう私の思い出の曲、うん、まあ、楽曲のエピソードを交えながらご紹介していくっていうコーナーになってます。曲紹介ね、はい、なるほど、そうなんだ。で最初の4月は方言もちょっと言ったりとかしてるんだよね。あ、そうです、ちょっと。なるほど、はい、なんかこうインパクトある方言とかあったりしますか？方言、激茶で今日来たっていう。ちょっと待って。激茶とはちょっと自転車、うんうん、チャリンコの茶で、あの激茶で学校来た、全力で漕いできたよっていう。
ガンダッシュ的なねガンダッシュっていうのがめちゃめちゃ走るっていうことなんですけど、はい、あのあなるほどね、はい、激茶ってないね若い子で使ってないよね確かに改めて考えると、はい、流行るんじゃない流行りますかね激茶意味にしかね言わないでしょはい言わないらしいですそれもまた不思議なんだよね、はい、広まりそうな感じしますけどね、はい、じゃあ続いて続いては、はい、ミー未来ヒストリーというコーナーがあるんですけどミー未来ヒストリー、はいはい、こちらもミーが愛媛で見てっていう意味です、はい、でこの将来の夢の一つが、うんうん、歌手としてのメジャーデビューを夢に見てるんですけど、うんうんはいはい、それまでの道のりをリポートしていくっていうコーナーになってますなるほどね私が以前やってた映画主題歌リリースの道みたいな、はい、似たような感じですねでも頑張っていただきたいと思いますありがとうございますじゃあ次はありますかが、伝われことの葉っていうコーナーが伝われことの葉ありまして、はい、で楽曲のリリースに向けて、うんまあ、作詞が得意で作詞に力を入れていきたいなと思ってるんですけど詞を自分の中で書き溜めてって、うん、この伝われことの葉のコーナーで、うん、紹介して朗読してみるというすごいね1ヶ月毎回やるわけでしょそうですね、はい、そりゃすごいわちょっと聞きますちゃんとありがとうございますでは他にありますかが、ラブリープリンセストピックス LPT というコーナーですね詳しくお願いしますこう愛媛を、うん、愛の方だけ愛媛をこうあ漢字で書いたら、はい、愛と姫っていう分かれるんですけどはいはいはいそれを英語にしたってことねあそうですラブリーとプリンセスそうですストピックスで LPT ねそうですはい、はい、でもうこのコーナーはその名前の通り、うん、私の故郷愛媛について、うん、いろんな情報や美味しいものなどを紹介していくっていうコーナーです、うんうんーね、そうなんだ、はい、いいねちなみに今月は何を紹介したんですか今月はあの一六タルトっていう有名なお菓子があるんですけど愛媛でそちらとタルト美味しそうね、はい、オリーブサイダーっていうオリーブサイダーはいへー初めて聞いたそうですちょっとぜひ飲んでみてほしいですおーちょっと検索してみますよ、はい、はいでですねあの、はい、ゆりえちゃんあのお願いというわけではないんですが、はい、今この番組オープニングから聞いてたよねはい、はい、すごいです何かいやミクさんがええいやさすがミクさんだなと思ってあえ それはトークスキル的なことなんかそれはもちろんなんですけど、うん、ミクさんのレベルだと、うんうん、番組スポーサーさんとかがついてくださるんだなってそうもうそのコメントをもっとちょうだいって感じなんですけれどもいやもう私のねトークスキルは別に大したことないんですけれどもあの確実に千秋さんの方が絶対に上手なんですけれどもあのそれより、まあ、そのスポンサーさんがねあの実は佐藤敦彦専務方があのゲストにいらっしゃっていやリンダでしたっけそう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 リンダちゃんあちゃんつくんですかいやそれはまあどっちでもいいんだけどはいこちらですねはいこちら超小型ビガンライト、うちの番組スポンサー様セリック様の、リンダです私は社外広報大使として任命していただきまして広報大使って何ですか、はい、あのちょうどここに、お名刺がありまして、はい、顔写真付きの、入れちゃいけますありがとうございますいただきますありがとうございます社外広報大使ですえこの社外広報大使なんか、うん、えこちら、うん、株式会社セリック様って住所とかあセリック株式会社様ねセリック株式会社様、うん、の住所って住所とか電話番号とかってちょっと待ってかかったりするんですかねごめんなさい佐藤さん佐藤先生ごめんなさいちょっとあのリンダちゃん押しすぎてごめんなさいあのそういうとこですねあの、はい、肝心要のところを忘れてました大変申し訳ございませんちゃんとあの見てるんですよもちろん、はい、すいませんちゃんと覚えてということで、はい、リンダちゃんねちょっとゆれちゃんに紹介ここでねちょっと紹介させていただきたいんですけれども、はい、一回ちょっとゆれちゃん持ってみてはい、はい、どうですか？うわ、なんか軽いしちっちゃいですねそうなんですよでねこのリンダちゃん
軽いし小さいんですよね。で、このリンダちゃんすごいところは、あの自然光でメイクができるっていうんですね。で、あのまあ普段ねゆりえちゃんとか、はい、あの現場行く時にセルフメイクだと思うけど、はい、あのメイクをね普段家でして、いざ外出て鏡とか自分でたまに見た時に、はい、あれ厚化粧だなとか、はい、ありますあります ある、はい、やっぱり、はい、それってあの実はあのメイクする場所 の、 あの照明の関係の状況によってメイクがね変わってきちゃうんですよ、はいはい、でもこのリンダちゃんを使うことによって綺麗にメイクが仕上がるんですね。はい、で、あの、欲しい。このリンダちゃんなんですけれども、はい、3パターンの光があって、自然光、蛍光と白熱とって言って、3パターンあるんですね。で、TPO に合わせて使い分けもできるんですよ。で、直径4センチ、重さ 26g なんで、めちゃめちゃ軽いです。持ち運びが。そうなんですよ。で、ちっちゃい巾着もついてたりとか、充電式なので、はい、あの、電池を変えたりとかすることもないので、はい、すごく便利です。で、メイク以外にも、あの洋服を買う時の色とか、あと料理の撮影ね、はいはい、ジャシンっていうかね、はい、もうすごいもってこいの、ものなので、いいですね、ぜひぜひ。で画面にもねくっつくんですよ、こうペラッとペラッとくっつけて、でライトつけて写真撮るっていう、あの自撮りにもめちゃめちゃ最適のリンダちゃんでございます、はい、ということで、ぜひね、あのゆりえちゃんにもこのリンダちゃんお貸しするので、ちょっとあの魅力をですね、はい、あの SNS 等でちょっと、はい、あの紹介していただけますか。ぜひ紹介させていただきます。ありがとうございま す、 います嬉しい限りです、嬉しいです、はい、なのでぜひねゆりえちゃんも紹介していただいて、この魅力をですね皆さんにお伝えできればなというふうに思います。それではですね、あのゆりえちゃんにも頑張っていただいて、このあたりで今回の推しメン、セカンドベース新レギュラーパーソナリティ柴ゆりえちゃんから告知をお願いいたします。はい、ここ市川うらら FM で4月からレギュラーパーソナリティを務めさせていただくことになりました。セカンドベースが毎月第1、第3月曜夜7時から放送になっております。で、SNS はツイッターをやってて、はい、柴ゆりえと検索していただいたら出ると思うので、そちらからチェックお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで今月の推しメンゲストは、今月からセカンドベースに新たにレギュラーパーソナリティとして加わった女優でアーティストの柴ゆりえでした。ゆりえちゃん、リンダの宣伝もよろしくで、はい、柴ゆりえちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、今月の推しメンのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。ということで柴ゆりえちゃん、本当にセカンドベースですね、新レギュラーパーソナリティということで頑張っていただきたいなというふうに思います。そして社外広報大使として、リンダちゃんを、ガンガン、紹介させていただければなと思います。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。そしてこの番組佐藤美久の女優道は、超小型美顔ライトリンダ、製造メーカーセリック株式会社の提供でお送りいたしました。